さんこんにちは。アタックセールスアソシエイツの横山です。余財管理大学へようこそ。本日のテーマはお客様のニーズの本質、3つの特徴です。お客様のニーズをちゃんと捉えれば売れるでしょうっていう人がいたり、売れなかった理由はお客様のニーズをちゃんと捉えなかったからだというふうに言う人がいたり、まあいろいろお客様のニーズっていうことを言う人がいるんですけど、本当にそうですかということですね。お客様のニーズには3種類の特徴がある。まあ3種類ニーズっていうのはふにゃふにゃふにゃになるんだっていうことをですね、今日はご紹介して、で一般的に言われるような、まあそういった常識論を私が覆していきたいというふうに思っています。この動画最後まで見ることによって、よくできる営業はそうそうって思うでしょうし、そしてできない営業こそそうなのかなって思うはずです。リトマス試験紙と同じです。この動画はぜひ最後までお付き合いください。それでは行きましょう。今回のテーマはお客様のニーズの本質、3つの特徴です。私と水田ひろきとのコラボレーション動画は見ていただきましたでしょうか。めちゃくちゃ面白いです。概要欄に載せておきます。特にですね、水田ひろきが7年間ずっと平日毎日毎日出し続けているメルマガ、1行語録、たった1行しかないメルマガなんですよ。たった1行しかないメルマガ1860を出してて、そのうちの反響が大きかった1位から10位まで、ご紹介している、まあ、そういった動画があるんですけど、これめちゃくちゃ面白いんですよ。ものすごい結果を出すような営業ってどういうね、まあ語録ですねを言うのか、名言を言うのかっていうのがよく分かって、めちゃめちゃ面白いのでね、ぜひ概要欄に載せておきますので、ね、ぜひ見ておいてほしいんですけど、その中でああなるほど、やっぱりそうだよなって思うことがあったので、まあ、今回ねこういう動画を作ったということなんですけど、私がご紹介したい書籍はこちら、空気でお客様を動かすという書籍です。空気マーケティングを成功させる6つのステップということで、まあ、日常におけるお客様を動かす空気、なぜお客様は空気で動かされるのか、売れない空気の原因を解明する。売れない空気ってなんとなく分かりますよね。財布の紐が硬くなってしまったとかありません？逆に売れる空気というのは財布の紐が緩むというじゃないですか。つまりね、トップセールスはね、財布の紐をね緩ませる、そういう空気を醸し出してるんですよ。これなかなかうまくね、言語ができないところがあるんですけど、それをね、まあ、言語化したものです。空気の力でより多くより高く売る、空気でお客様を動かした成功者から学べということで、文脈効果という心理効果のこととか、まあいろいろ載っています。なぜ映画館に行ったらね、ポップコーンを食べたくなるのか。普通だってポップコーン食べない人っているじゃないですか。私もそうですけど、映画館行ったらなんかね食べたくなってしまうんですよね。海の家とか行くとなぜかラーメン食べたくなるとか、あとお風呂屋さんとかに行くとコーヒー牛乳飲みたくなるとか、ちょっと時代が古いかもしれないんですけど、これ文脈効果というね心理効果が働くということなんですが、まあね、そういう空気感がね漂っているということですね。こういうところ行くとついつい何々しちゃう。だから観光地行くとついついね、お土産買って、で後で後悔することってあるんですよね。なんでこんなお土産買ったのかな、しかもなぜこんな数もって。そもそもそのお土産を買うニーズって最初からあったっていうことですね。大体ね、後付けっていうことがすごく多いんですよ。だからそれが分からないと商売ってねうまくいかないんですよね。買って後悔したってこともあれば、これね、水田とのコラボレーションの動画でも言ってますけど、買ってから自己弁護することってあるんですよ。実は腹の奥の方では後悔してんだけど、自己弁護するわけだよ。自分を肯定化する。いや、いいんだ。これは買ってよかったんだっていうことですね。ですので、書籍の中にどういうふうに書いてあるかっていうと、ちょっとこれ読めますかね。ここに書いてあるんですよね。ニーズの発生、そして、ニーズの更新、そしてニーズの消滅っていうのは3種類あるんですよね、ニーズというのは。だから空気の影響によって、実はそもそもラーメンなんか食べるつもりなかったんだけど、海水浴場に行って海の家行って、みんなが美味しそうにラーメン食べてると、やっぱり海の家来たらラーメンだよとか、映画館に行ってポップコーンなんかね、1年に1回も食べない人がポップコーンね、なんとなく、あ、映画館で言えばポップコーンだよねとか、お風呂場が壊れちゃったもんだから、銭湯に行ったらね、牛乳、こういう瓶の牛乳でスポーンっていって、こう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 って飲む牛乳とかね、コーヒー牛乳とかあったら、もう私もね飲みたくなりますよ、売ってたら。
やっぱこれだよねみたいな、うん、これねニーズの発生、そういった空気があるとですね、まあ、だからやっぱり観光地に行ってついついお土産をねなんとなく買ってしまう人、そういう人っているじゃないですか。買わない買わないっていう人はここに書いてあります。そういう人はね不燃客って呼ぶんですけど、つまりそういう空気があったとしても燃えないんですよね。ついつい感化されてしまう人を自燃客って言って、まあ自燃客、可燃客、不燃客っていうのがあって、まあ詳しく知りたい方は書籍で確認していただきたいんですけど、だから多くの人はねその空気にこう巻き込まれていってしまうということですね。ニーズが発生してしまうということですね。2つ目がねニーズの更新ということで、実は牛丼食べに行こうぜ、あ牛丼いいよねって言って、で街繰り出していったら、まあ牛丼もいいんだけどなんか美味しいカレー屋さんが見えてきたと。そしたらカレーでもよくねって言ったら、なんかうんカレーの店が結構並んでてめっちゃ美味しそうだからカレーにするっていいよねみたいな、これはニーズの更新というわけですね。なので本当はこのね、服を買いに行ったんだけどデパートに、その服じゃなくってなんとなくアクセサリー買っちゃったみたいな、これニーズの更新と言います。ニーズは別にあったんだけどそれをなんかねやりに行ったら実は別のニーズが発生してしまったっていう。で問題なのはニーズの消滅、つまり何か買おうと思ってたんだけど、まあ、この本にも書いてあります。そうだあそこのね、ところにお土産を買っていかなくちゃいけないと、あ時間がもうないと、まあ、今やってるかなと、夜9時だよと、駅前のあのお土産屋さんだとやってるかもしれないからって言ってね旅館を飛び出してガーッと行くわけですよ。で、実際にね行ってみたら誰もいないとするじゃないですか、そのお土産屋さんに。でそのお土産屋の店員がちらっと見て、何しに来たんだと、もうすぐね店を閉店にしようと思ってたのにダーッてやってきて、はっはっって言って、すいませんもうすぐ閉店ですかって言ったら、まあもうすぐ閉店だけど別にいいよ、なんか見たいの、見たいんだったら見てもいいけど早くしてね早く、タクーとかね、例えば店員さんが言ったとするじゃないですか、タクーってね、そしたらはってなるじゃないですか。あそことあそことあそこにちょっとお土産買っていこうかなと思ったんだけど、ね、なんとなくこうちらっと見て、まあいいですありがとうございました、あいいの、じゃあもう店閉めるよみたいな感じで旅館に帰って、どうお土産買ってきたって言ったら、いやうん、まだ明日でもいいんじゃない、明日もまださ時間ある、あ時間あるよ明日も、うん明日はちょっと駅前の他の店でちょっと、うん、ちょっと欲しかったものがなんかなかったもんだからさ、実はあった、もっと探せばあったんだろうけどもう空気ですよ、空気でっていうやつ。だからニーズの消滅ですね。だから販売員とか営業スタッフのこうね出してる空気感によって、実は欲しいと思ってたんだけどそのねニーズがね消滅しちゃう場合があるんですよね。まあいいやとか、この会社から買わなくてもいいやとか、いや無理して買わなくてもいいかとかね、思っちゃうんですよね。だからこれも後でこう自己肯定化します。あれ欲しいって言ってたじゃないですかって言っても、いやまあいいんだよ、うんまあ本当はねあれ必要かなと思ってたんだけど、まあなんかちょっと違うかなと、うん、もっとねやるべきことがねあると思うんだよね、うんとかね。でこういうことってあるでしょ。例えば営業の研修を例えばねうちやらなくちゃいけないと、で課長を集めてどうだどうだって時に、確かにうちも営業の教育やった方がいいですよ、管理者教育やった方がいいですよ、だよなって言って、じゃあなんかねこの前セミナーでなんかアタックセールスアソシエイツの横山っていう人、あの人ねすごく勢いよくいいこと喋ってたんで、でちょっと話聞いてくるわって言ってね、で私が言ったとするじゃないですか、でぜひうちでね営業感謝教育をやりたいと思ってるんですけども、御社はどういう提案をしてくださいますかって言ったら、私が非常に態度が悪かったとするじゃないですか。まあね、まあ営業の感謝教育って言っても、うんどうなんすかね、御社がやるべきなんですかね、うんまあやってもやらなくてもどっちでもね、まあやりなければねやられてもいいと思うし、うんまあ、やってねちゃんと営業のねスキルアップするかどうかも分かりませんし、まあ一応この前セミナーではね目標絶対達成とかなんとか私言いましたけど、まあぶっちゃけ絶対達成するかどうかはねその会社次第ですし、うんなかなかどうなんすかねって、やる気なさそうに言ったら、そうですかでどうなんですか、やる気あるんですか、やるんだったら提案してもいいですし、まあ、そうでないんだったら、まあ、こっちも忙しいんで、うん どうしますって言われたら、いやまあちょっと実はあまり社内でも、うん、合意形成ね、本当は合意形成めちゃめちゃ取れてるのに、いやあんまり合意形成も取れてないんで、うん、ちょっと私がねちょっと先走りしてるかもしれませんので、一応社内でね課長とか部長とか、うん、社長とかいろいろ話を聞いて、まあもし提案していただきたいと思ったらまだ来ますんで、ああそうなの、まだ社内で行ってないですか、
だったらまあその方がいいですよね、うん、まあ社長さんとかね、あの営業課長さんとか部長さんとかいろいろお話ししていただいて、でうちのね、あの用材管理のそういう教育がまあ必要だっていうんだったら、まあお声かけていただければ、まあご提案でも何でもしますかね、言われたらあはー、でとうとうと帰るでしょ。でみんな待ってたと、社長も課長も部長もどうですか、あの横山さんとこ提案したんですか、いくらですか、予算がっぽりねちゃんともう取りましたから、で管理部長もできてちゃんとね、でこれぐらいの予算は確保しましたから、もうやるんでしょうって言われても、いやー、うん、どうもね、なんか、うん、なんかね、あの横山さんの態度が気に食わないとか誰も言わないわけですよ。いや、なんかね、ちょっと違うような感じだったかな。私の勘違いだったかもしれません。うん、すいません。私はあのセミナーではね、なんかあの、アタックスの横山さんが、すごくね、いろんな会社でね、絶対達成できるようなメソッドだっていうふうになんか言ってたような気がしたんだけど、どうもね、いろいろ話をしていただいたら、してね、くださったんですけど、ちょっとね、うちに合わないような気がするんですよ。そうなんですか？いや、でも私本読みましたけど、うちに合うと思いますよって、いや、うん、でもね、やっぱりまずうちでやろう、うん、営業の教育もいいけど、まず我が社でやってみた方がいいんじゃないかなと、うん、その横山さんもそう言ってましたから、うん、そうしようって言って、みんななんかしっくりこないな、この前のなんかね態度と違うじゃないかみたいなね、まあ、これがニーズの消滅、最悪ですよね、こんな感じだと。本来だったら逆の場合がありますよね。セミナーね受けたと、うん、どうかな、あのアタックセールスアソシエイツの横山さんが余罪管理のねメソッドを使えば、ね、こういう会社であれば絶対達成できるなんて言ってたけど本当かなって言って、でうちね、あのアタックセールスアソシエイツの部下、私の部下からねコンサルタントから電話かかってきたらするじゃないですか。でもしもしって、どこどこ会社の部長誰ですか、あそうですけどって、あこの前あの横山のセミナーに来てくださいました、ありがとうございます、あまあ一応行きましたどうでしたかって言ったら、まあでまあちょっとうちのね、まあ営業組織に合わないような気がするんですね、あの余罪管理っていうのは。なんかね、つまりまあニーズがないですね、この状態ではニーズがない。でもうちの部下が、あそうですか、一応あのもしよろしければね、お時間があればまたねお打ち合わせでもさせていただいて、別に余罪管理じゃなくてもいいですし、御社の中でもね営業組織の課題があれば、まあそういったお話を聞いて他の会社のね成功事例とかご紹介できるケースもありますし、うちの商売につながらなくてもそういったねご相談乗ることはあるんですよ。まあ何かあればね、ぜひ相談乗って、あぜひねそういう機会をご活用くださいってね、うちのコンサルタントから言うと、あまあはいありがとうございます、でその後何もなしですよ。でもたまになんかね横山からメルマガ来たりとか、でたまにうちの部下から電話が出て、いかがですか最近はって言ったら、あまあねでね、まあやっぱり営業組織の課題がなかなか解決しないもんですから、まあセミナー来たらね横山のメールが来て、ね、メールなんか読まないんだけどたまに思い出すわけです。でたまに電話がかかってくる、でもしよろしければまたねセミナー来ていただいてもって言うときに、まあうーん前なんか言ってたじゃないですか、営業組織にもし課題があるんだったらなんかご相談乗ってくださると、まあ、正直言って御社に頼むことは申し訳ありません、ないと思います、はっきり言ってないと思うんですけど、ちょっとね悩みがあって、もし相談乗っていただけるんだったらいいんですけど、あいいですよ全然構いません、あの私お伺いしましょうか、あいいですかってね、あの今だったらねコロナなので、まあオンラインでやってもいいし、まあ実際ねお伺いするっていうケースもあるんですけど、まあ実際お打ち合わせをしたとするじゃないですか、どうされましたかってね、うちのコンサルタントに言ったら、いやうちはねこうでこうでこういう状態で、まあ、こういう組織的な課題がありまして、なかなかちょっとできる営業とできない営業の差が、ね、激しく、こうなんだ、そうなんですかって、まあ、そういう場合はこうした方がいいですよね、ああした方がいいですよねって、こうでこうでこうで、あそうなんですか、でもやっぱりできる営業とできないねあの営業がいるっていう場合はやっぱりそれぞれのね、あのリーダーというか上司次第ですかね、ああそうですよ、やっぱりどの会社でも、まあ、組織をまとめるようなリーダーマネージャー次第で、その部下の方々の成績っていうのはね随分左右されますんで、まあ、そこら辺がね揃っていくっていうのは大事ですね。いやそうですか、やっぱり中間管理職というかミドルマネージャーの、まあ、教育っていうのが重要ですかね、やっぱりそこら辺中間管理職の研修とかっていうのがやっぱり重要なんですかねと聞いたら、うんまあそうなんですけど、でも中間管理職のね研修って言っても、まあ、よくありがちなんですけど、研修だけやるだと、まあ、その場はいいんですけどね、なかなかその後は続かないっていうことがあって、だから、まあ、やっぱり最低限の仕組みとそのメソッド、つまり仕組みだけではいけないんですけど、方法論があって、その方法論に準じた仕組みというのがあって、でそれプラス教育があると、まあ、継続してね、結果が出る、そしてマネジメントルールが統一されて、まあ、組織が一丸になっていくってことがあるんですよねって、まあ、コンサルタントがね、うちのコンサルタントが言って、あそうなんすか、そういうやり方ってどういうのがあるんです、あまあうちで言うと、まあ、やっぱり余罪管理なんですけど、まあ、このちょっと資料見てください、こうでああでって言ってるうちにだんだんお客様がその気になっていくっていうのがあるじゃないですか、そうか
やっぱああそうか、あのアタックスの横山さんのなんか勢いでガーってね、そのあれだったんだけど、あ、なるほど、意外と、あ、そうか、科学的なメソッドなんですね、余罪管理。あ、なんかあの時の横山さんのトークでなんか勢いがうわーいってたんで、いやー、ああいうなんか圧のすごいのはちょっとどうかなと思ってたんですけど、あ、そうなんだ、意外と考えられてますね。そうなんですよ。で、他社でもこういう事例があって、他社でもこういう事例がある。御社のような業界で、御社のような規模でもこういった事例がありまして、で、私の過去の経験で言うと、こういうケースがあって、こうでこうなんですよ。で、この時はですね、やっぱりこういうことを気をつけないと、やっぱり余罪管理導入してもうまくいかなくて、ことをやるとうまくいくんですよ、ね、うちの会社とそこ同じようなケースですね。やっぱそういう会社多いんですか？多いですね、うん、だからやっぱり余罪管理のこういうことをやればいいっていうことじゃない、これとこれとこれを気をつけてこういうことをやるとまあうまくいくんですよね。でコンサルタントが言われると、あ、だんだんその気になっていくっていうこと。だからニーズはなかったんだけど、だんだんニーズが発生していくということですね。なので、いや、これやっぱ我が社に必要かもしれないな。仕組みと方法論か。そっか、確かに管理者研修、実はうちもいろいろやったんですよ、いろいろ。だけどおっしゃる通り、なかなか定着しなくって、でそれぞれの支店長とか課長さんによってやり方ほんと違うんですよね。何度もリーダー研修とかね、マネージャー研修受けさせてるんですけど、そうか、やっぱり仕組みがあって、で仕組みもやっぱりそう、ただ見える化するだけじゃなくて、目標から逆算するような、まあ、そういったものだけシンプルに見える方が、確かにマネージャーもこうマネジメントする上で、まあ、苦労しないし、だから仕組みばっかりやるともう本当大変ですもんね、言うと、うちのコンサルとかそうなんです。とにかくシンプルに指標を管理するっていうことが重要で、でポイントはこれとこれとこれ、シンプルマネジメントがとても重要ですから、もういろんなキーワードが出てくるわけですよ。そうそう、だん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 、いやー、なんか腹に落ちました。この本ね、空気シリーズに書いてあるのがしっくりなんですよ。なのでだんだん喋ってるうちに、いやー、なんかしっくりきた、正直。あー、なんかね、しっくりきましたよ。あー、なんか横山さんのセミナー聞いてるとあんまりしっくりこなかったんですけど、今はいろいろお話聞いて、あ、しっくりきました。だからニーズが発生するのはね、しっくりくるようになるってことですね。で、ニーズが消滅するっていうのは、もともと例えばさっきの話で言うと、お土産屋さんでお土産買おうと思ったんだけど、しっくりこないんです、なんとなく。その店員の態度とか、全然お客様がいないもんだから、はっきり言ってなんかこの店でなんか買うのがしっくり来ないんですよ。だからまあいいやっていう感じになる。やっぱりね、できる営業とできない営業の差っていうのは、そういった相手お客様に買う気にさせるのか、もしくはできない営業ってね、買う気にさせられないんですよね。なんかよく買う気が失せたっていうじゃないですか。本当はお客様買う気があったんだけど、この営業が来た後になんかね、買う気が失せるんだよね、あの人、他の営業だったらよかったのにっていうのがあるんです。だからね、お客様のニーズがでちゃんとつかめていたら絶対に売れるみたいな人っていうのは完全に営業の素人なんですよ。なので、お客様のニーズっていうものを本質捉えた方が絶対にいいです。で、多分私の話だけではなかなか難しいと思いますね。ちょっと何年か前の書籍ですけども、もしまだ読まれたことがない、空気でお客様を動かすっていう書籍は、意外と私もね、まだまだ読み返すんですね。どうやって集団同調性バイアスを使うのかっていうこともあるし、今こういったオンライン営業とかね、これね、空気を作れるんですよ。だからね、リアルの営業でお客さんのところをお伺いするっていうよりも、営業側がこうやってね、オンラインの例えば Zoom とか Skype とかね、 Teams とかあるじゃないですか。ああいうものを使って、で、うちのホームで戦う方が間違いなく主導権握れるんですよね。空気作りやすいんですよ。だからそういうものをね、仕組みを使っていかにお客さんをね、その気にさせていくのかっていうことを、知恵使うのは非常に重要です。つまりそういうことがね、考えられない人って、ね、常にね、商品のせいにしちゃうんですね。お客様に売れないのは商品のせいだとかね、お客様のせいだとかね、いろんな多責にしちゃうので、やっぱりなぜ営業によって売れる売れないかがあるかっていう、お客様をその気にさせられるかどうか、この違いです。今回の動画はいかがだったでしょうか。ぜひ皆さんには余罪管理大学に入学していただきたいと思います。入学する方法は簡単です。この YouTube チャンネルに登録するだけ。そしてこの動画良かった、参考になったっていう方は、いいね、高評価ボタンもよろしくお願いします。また皆さんお会いしましょう。本日はありがとうございました。